ミニ、お姉さん帰ったよ。お姉さん帰ったよ。入ってくるかと思ってんの？お姉さん入ってくるかと思ってんの、ミニ。ご飯食べへんの？お腹空いたでしょ？お昼ご飯は食べなかったみたいです。他のワンちゃんとの遊び方もよく分かんなかったらしくて、匂いをいっぱい嗅いて怒られたり、匂いを嗅がれて怒ったり、すごい元気にしてたみたいです。いっぱい遊んだみたいです。で、今度はスタッフさんの膝の上に乗ったりとかして、結構楽しく遊んできたみたいです。ミニ、もう兄さん帰ったよ。兄さん帰った、来ないよ。待ってんの？誰か来るの待ってんの？うん。なんか待ってるみたい。よいしょ。こんなカバンがミニにいただきました。そしてこういうノートがありまして、そこにこう行った日にちにハンコが押されるみたいです。で、今日の担当者が渡辺さんっていう方で、コメントが書かれてます。本日から幼稚園がスタートですね。ミニくんの担当させていただきます渡辺です。よろしくお願いします。まずは犬にも人にも慣れてもらうためにいっぱい遊びました。他のワンちゃんにワンワンと、ワンワンと向いていったり、自分から挨拶をしに行ったりしていましたよ。その後スタッフのところにも来てくれたので、そのままお座りというとスッとしてくれて賢かったですって書いてました。朝お昼ご飯は食べませんでした。おしっこしかしてないみたいですね。これがお座りの写真です。とりあえず一日無事に終わったみたいです。緊張したね。